朗報、中日岡林勇希、診断の結果打撲と発表。中日は2日、侍ジャパンとの合同練習でダルビッシュ有投手から右膝付近に支給を受けた岡林勇希外野手が、名古屋市内の病院で検査を受けた結果打撲と診断されたと発表した。ほ、危ねえ骨折なら再開だった。よかったね。長期離脱はなしか。ダルビッシュもほっとしてそう。知ってたあんだけボール跳ねてたから骨は無事やろって。岡林も2週間で2回打撲はついてないな。ダルも一安心。中日の心臓部やから危なかった。岡林ってこの時期だけめっちゃ運悪くね。去年の指といい来年もなんかに見舞われそうや。そもそも中日が運ないやん。岡田骨折に、木下脱臼とかこの時期やばい怪我多い。いい結果でよかったね。ダルも気にせずこれからもインコースつけるね。マジでよかったやん。ダルも気に病む要素少なくなったし。今年どんだけやるか楽しみやったしよかったわ。